はい、平等院です。あ、そう、お濃茶が置いてあります。これをね、直接かけて召し上がってください。中から美味しいくずまんじゅう。どうも、大好きだな。で、今日お邪魔するのはザ・プリンス京都宝外宮です。レセプションのこちらになります。こちらはクラブラウンジになります。大丈夫、ちゃんと許可もらった。あ、いや、美味しい。うまい。ウェルカムドリンクということで、シソジュースを持ってきていただきました。で、こちらカヌレに一口サンドイッチにクッキー、お茶が入ってた、紅茶のスコーン、はいはいです。今日の部屋は865です。はい、入るとまずここに折り鶴が飾られてます。こちらはクローゼットですね。バスローブが2つ、薄めのタオル、そしてで、スリッパもうすでに4つ用意されてます。で、ここ金庫になります。はい、バスルームです。まず入ってこちらにトイレがあります。ウォシュレットです。で、バスタブがあります。カーテン付きはちょっと昔風なんですけども、こちらにシャワールームがありますので、何ら問題はありません。ジェントリンスコンディショナーは備え付け。こちら右です。歯ブラシ、ボディタオル、入浴剤、ヘアブラシ、ゲソリン、
ちらももうすでに子どもたちのタオルも用意してもらってます。体重計です。京都だから。はい、部屋の中です。はい、ベッドはツインベッドのハリウッドタイプ。こちらにも気になりも入ってます。おっと、入ってました。パジャマです。ちゃんとあります。4人分かな、上下かな、ちょっと後で確認します。で、こちらランドリー系ですね。お、ドライマシ。あ、コーヒーです。お、はい、コーヒーはこんな感じです。はい、紅茶やクリーム、砂糖等が入ってます。冷蔵庫は、はい、中に入ってます。これは有料。お水は無料かな、ちょっと後で確認します。無料のミネラルウォーターが2本用意されてました。あと大体どころ今ホテルに置いてあります。アルコール除菌シートです。はい、外を見てみます。窓の外です。最上階ですので、なかなか見晴らしはいいかな。正面にあるのが国際会議場だった。ビールがあります。ヘビスがあります。うん、うん、あ、こういうのも出てる。焼酎、ワイン、日本酒、一応1個も出ようか。こちら2階になります。
うん、そっちの方がいい。おはようございます。あー、はいはいはい、中身はこうなっているので、まあまあほら、このまま1個持っていけばいい。チェックアウト。